お、目の前家ある。あれは村ですね、それは。超ラッキーっすね。スタートしていきなり村があるってことはだいぶイージーなんで。え、なんかそうですね。しかも、あ、やばい、なんかエイペックスのくせピン刺そうとしちゃった。パスファインダーとかちょっとあっち飛びたいんですけど残念ながらいないですね。これ村あるのめちゃくちゃいいですね。もうなんかもう試合序盤からクレーバー持ってますみたいな。おお、わかりやすいです。それぐらいの良さみがあるんで、ちょっと早速行ってみましょう。あれ、オッケーです、オッケーです。で、さっきだったら木とかも飼ってたじゃないですか。はい。もうそんなことしなくても最初からもうほぼベッドとか揃ってる状態なんで。あ、木なんて飼ってないですね、一回も。あ、木なんて飼ってない。はい、飼ってないです。わー、かわいい、そのスキー。ね、マインクラフトやったことあるんだったら、もう序盤の方で何をするかっていうのは木を集める。あ、そうですね、正解です。合ってます。あれ、これ手で集めるんでしたっけ。手ですね、最初の方は。てかちょっと今更ながらこれ、はい、うまく録画できてるかな。あ、あ、うん、あ、できてませんね、最悪でした。そうですね、買ってなかったっす。気のせいか、オーナー気のせいか、オーナーちゃうか。何これ、やば、ちょっと待って、感動なんですけど、いろいろ。そもそもこれめちゃくちゃいいんですよ。ちょっとでも作業台は欲しいんで、木はもう木から切るんじゃなくて、こっから取りましょう。はい、あー、はい、書いてありますね、家も。これクラフトの仕方わかります？クラフトの仕方、この左上のところに木材というのが出てくると思うんですよ。その木材を押してもらって、次にその左から2番目の作業台を、これは右ボタンで、はい、これで1個だけ作れました。右クリック、シフトを押して左クリックだと全部まとめて一気にクラフトできて、右クリックだけだと1個だけ作ることができるみたいな。先生、はい、キーボードの使い方が難しいです。もう、はい、もう難しいです。仕方ないです、なりましょう。もう難しいです、それに関しては。はい、作業台をまあ置いてもらって、はい、どこでもいいですか、マインクラフト。まあどこでもいいです。で、まあここでいろいろクラフトしていくわけなんですけど、はい、まあ、ちょっとせっかくなんでこれやりましょうか。ちょっと破壊してみてください。これめちゃくちゃいいんですよ。タワラをバーッと破壊してもらって、この村にあるタワラからもう今育てることがサクッとパンを得ることができるっていう、序盤の方から食材が手に入ったわけですね、いきなり。もうそうなんですよ、いきなりマジでクレーバーですね、本当に。本当クレーバーですね。これ宇田さん、ね、この村人は殺してもよろしいんでしょうか。それ殺すと、あっちの方になんか左の方になんか鉄巨人みたいなやつ見えます、アイアンゴーレム。あれパスファインダーですか、宇田さん。あれ違いますね。あれはあのクレーバー2丁持ちパスファインダーみたいな感じで。あー、やばいですね、プレデターですか。あれはじゃあ、そうですね、今の連投さんからするとあれもプレデターと思ってもらった方がいいです。あー、了解、じゃあ行きましょう。あとこの畑の上のところにある食料あるじゃないですか、はい、これは、破壊して壊して取ることができるんで、これも結構いい食料になりますね。なんだろうあれ、赤いの。あれはビートルートってやつですね。ビートルート、僕も一回食べたことあるかないかぐらいの食料効率めちゃくちゃ悪いアイテムなんで。リアルにあるものですかそれは。ああ、あれですね。なんでビートルートを植えるんだったら人参植えるのが多分一番最適かなと。ビートルート植えました、すいません今。つまりこういうことですね。じゃあ食料問題もあらかた解決したので、はい、次にツールの方を作っていきますか。ツール、はい、了解です。はい、マインクラフトはもう村物のものは俺のものみたいな感じなんで。あー、ジャイアン方式で OK です。そうですね、村を見かけ次第も武士と思ってもらって。あー、OK です。じゃあ、宿にすればいいですね、周りを。じゃあとりあえずそんな感じですね。例えば APEX とかでも目の前でやり合ってる敵と敵同士いたらポイントに見えるじゃないですか。あー、そうですね、美味しいですね、だいぶ。そうですね、そんな感じで。あー、こいつらじゃあ全員ポイントですね、もう村人も全部含めて。あー、そんな感じ、そんな感じです。OK です、 OK です。あ、APEX に全部頼んでいただけるとすごくわかりやすいです。あー、やっぱりわかりやすいですかね。多分見てる人もわかりやすいんじゃないかな。あー、そうですね。棒、あ、一回、そうですね、棒を作ってもらいましょう。で、この木のつるはしっていうものを作りましょう。木のつるはしができたので、まあそれを持ってもらって、で持ってもらって、こういうことですか。あ、違いますね。あ、違います、あ、違います。おっとおっと。夜になるまでちょっと淡々と、あそこにも石がたくさんでかい、あ、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、さっきのお返しです。ごめんなさい、ちょっと。あとで覚えてね。まあ、洞窟はどこにあるって感じじゃなくて、本当に運なんで。あ、掘っていくわけじゃないですね、洞窟って。そうですね。なんで、どっか、最初の序盤の方は、もう洞窟を適当に探して、歩いて、当ててみたいな感じが一番楽なんじゃないかなと。OK です。思った矢先、ありましたね。え？はい、え、これまた洞窟で結構クレーバーみたいな感じですか。はい、あ、いや、これは結構あるんですか。序盤の方でバッテリー1個手に入れたみたいな。あー、みたいな感じですね。あ、そんなにじゃ言うて
そうですね。それはまず一発避けてっていう感じですね。いますね。またいますね。いますよね。まあ鉄砲って言ってもいいですよ。僕こっち対処するんで。ああ、了解です。お願いしますもん。はい、今後とも今後ずっとお願いします。いや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 。ぜひ伝統さんにもマインクラフトを楽しんでもらわないと。いや、もう楽しんでますんで、あの。ちなみに今原鉄ってやつ何個あります？原鉄。その右下の方ですね。ああ、鉄ですか、はい、これが。ですね。これが12個あると装備フル装備作れるんで。あ、12個じゃない、25個。なんで、あと13個必要ですね。ちなみになんか、ここに、うんこみ、あ、うんこって言っちゃった。はい、うんこみたいになるんですけど、これ何ですか？あ、これ、うんこはですね、このうんこ、鍾乳石って言うんですけど、これは、まあ、序盤の方では使うことないんですけど、一応取っといた方がいいかもしれないです。ちなみに、そのドリップストーンの上の方に立ったりするとダメージ食らうので。あ、そうなんですか？そうですね、やっぱり尖ってるんで。それは、宇田さんにやった方がいいですか？いや、僕が頭から落としますね。頭から落としても。レントンさんの家とかができたらそっちの上の方に。さすがにうどんさんの前にこれプレデターだから、ね、ここの世界だと。レントンさんが何か1個トラップ仕掛けてくれたように僕5個トラップ仕掛けてくれたんで倍返しだ。これちなみになんですけど、はい、マインクラフトってバナナありますか？ないです。はい。ちなみに人参とかジャガイモって持ってます？持ってます。手持ちで持ってみてください。で、この豚見てください。めちゃくちゃ寄ってくるんですよ。こいつはこうすればいいんですかね？あ、つまりそういうことですね。近寄ってきたやつこうするってことですよね。あとなんだね。つまりそういうことです。なんか右の方にも見えません？ あれ効率いいですよ。こいつですか？はい、大丈夫です。こういうゲームです。たまにコメントで来る、コメディターだと思って殺します。ちょっと面白いものがあるんで。面白いもの、はいはい。これ牛に火つけるんですよ。で、さっきだと生肉だったじゃないですか。で、この状態で剣で倒すんですよ、はい、そうすると焼肉が出てくるんで、これあげます。おー、焼けた状態で来るんですね。そうなんですよ。見てください、皆さん。はい、あれが十何万人の、動物の進化です。傍から見たら結構むごいですね、マジでこれ。燃やしてから刺します。これありますよ、同じやつ。火打ち石ってやつですね。装備ありません？そうなんですよ、これ履いちゃっていいですよ。あ、でも火打ち石も下の方に持ってきた方がいいかもしれないです、ね。ああ、オッケーです。さっきの焼肉ができるんで。俺もやるわけですね、これから今。ですね。同じ穴の無事ですね。やめてください。はい、一応健全チャンネルです一応。ああ、なるほどなるほど。まあどうせすぐに汚れますよ。あいつから手始めにどうですか、こいつから。ああ、そいつの進行方向に、進行方向に、あ、これだと逃げちゃうんで、こいつの進、こいつの進行方向に向けて右クリックですね。ああ、そんな感じです。で、剣でとどめを刺すと。いやー、いいですね。ただ今の落ちなかったですね。あ、落ちなかったですか？はい、落ちるときと落ちないときがあるんで。じゃあもう一回、次はニワトリ。あー、見つめてきてたんですけど、レントンさんはそのニワトリをやっちゃいましたと。あ、でもまた、あ、また落ちなかった、肉が。まだこっちにもいますよ、3匹目。こんにちは。ちょ、こいつ難しいっす。あー、オッケーです、オッケー。落ちました。そんな感じで。はい、落ちました。今焼き鳥が多分取れたんで。結構ありますね、ゴミが。ゴミが？ゴミが、なんかやっぱこう、インベントリに入れるゴミが溜まっていくんで。あ、びっくりした。ここら辺の動物のことがゴミって言ったのかと思って。いや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 、さすがにそこまで畜生ではないかもしれないです。これは結構深いですね。だいぶ鉄ありましたね。なかなかいいところ引き当てましたな。やっぱうどんさんより俺の方がいい行いをしてるからなんですかね、これ。多分今採掘した鉄の数で言えば僕の方が多いんで。ちなみにおいくつですか？今13個です。勝ちました。マジっすか？30です。なにくそ、言いませんでした。あとでその鉄半分ぐらいちょっとください。タイヤです。ずらし壊れた。終わりました。あ、結構持つんですね、やっぱ1本で。結構持ちますね。あの1本余りがありますけど。あ、まじですか。じゃあもらいに行きます。あ、すみません、なんか童貞みたいな喋り方になっちゃって。あれ、それ僕のことバカにします？え、そうなんですか？聞かなかったことを今知っちゃったんだけど、別に今。いつか大丈夫ですか？やばそうだな、あれ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。うどんさんをかけた手抜きがなんか全部こっちの方向向いたんですよ。そうですね。
僕のやつで多分停滞してたやつが全部連動さんの方に行っちゃったんで、ちょっとそちらはやめていただいてもよろしいですか。うわっ、あー見ました今の、なんか今飛んできましたね。はい、あれがゴーレムですね。あ、ゴーレムやったってことですか。そうなんですよ、ゴーレム見てみてください、これ。あ、本当だ、ガンガンキルしていくんで。優秀ですね、今4盾ぐらいしてましたね。優秀、爪痕持ちですかね、あのゴーレム。あー全然持ってると思いますよ。爪痕ダボ半ぐらい多分余裕ですね。あれ、このゲームやっぱりエイペックスですか。あーです、合ってます、正解です。はい、でこのかまどからちょっと鉄を31個です。はい、じゃあそれでまた作業台の方で、でこの剣のところで、おそらく今頭と足はできてるので、うん、頭作っちゃいました今。あらあら。全部いっちゃいますか。全部いっちゃいました。はい、あーもう全部いっちゃったっす、はい、話を聞かないやつでこれ。であと剣もせっかくなので作ってみますか。棒64本ありますね。棒64あって、もう一回見てもらっていいですか、剣のところ。あれ、あ、それ作業台じゃないですね。基本的にもう何かを作るってなったらもう作業台でこれ以降はって感じになります、ね。E と右クリック間違えますね、よく。なるほど。そこすげえ距離離れてるんですけど、そこ間違えるんですね。まあまあまあ、まあ始めたてなので、全然。そうですね、そうですね、そうですね。これ多分次から通用しないですね、その言い訳。タイヤリです。これあれですか、もうみんななんかモッド入れてやってますよね。そうなんですよね、ジャブ版とかですもんね。俺も掛けモッド入れてやりたいなと思ってましたけど。あー、ちなみに RTX ですか。 RTX です。あー、じゃあできますね。統合版にも公式が提供してる掛けモッドがあるんで、めちゃくちゃ綺麗なやつ。あ、統合版あるんですか。ありますよ、実は。え、それって、はい、すぐできたりしますか。すぐできますよ、なんと。もしかしてそれって、はい、今できる感じですか。今できますよ、ちょっと待ってくださいね。すごくワクワクしてます、心が今。インポート開始、はい、もうこれだけで導入できるんですよ。嘘でしょ。で、これで遊ぶ押してます。おー、押してみてください。おお、おお、いきます。おそらく、はい、ドキドキする。さあ、どうでしょう。落ちました。